どうも、顔型パン、体パンパン、松田越一です。ということで、お久しぶりになってしまいました、ダイエット報告会なんですけれども、最近ちょっとダイエットに関する投稿がこう少なくなってたりとか、まあモチベが下がってるっていうのはこうちょいちょいこう動画の中でお話はしてたと思うんですけど、実は、まあ、嘘ついてもしょうがないのでもう正直に言いますけど、リバウンドがしてしまいました。数キロでもないですね、90キロぐらいまで落としてたんですけど、今95キロまでリバウンドしてしまいました。なんかね、ダイエット報告会も期間空いちゃってたっていうのがあって、何があったのかっていうと、最初 YouTube を始めて大食いとかいろんな企画をやって、でチャンネル登録者数もすごく大きくなって、チャンネルも徐々に大きくなってってっていう中で、体重100キロ超えて106ぐらいまで超えてしまって、顔にまで、自分の生涯命である顔にまでつくようになってきて、これじゃあ良くないなというか、加藤満さんのモノマネをやるの良くないなと思って、まあダイエットやろうかなと思って始めたんですね。まあ、今までもたくさんダイエット番組とか出させてもらってたんですけど、まあ、やっぱり仕事としてやってた部分が多かったので、ちょっとリバウンドしちゃったりとか結構多かったんです。今まで本当繰り返しリバウンドしてみたいな感じで、でも今回はまあ自分で、自分のために、誰かのためじゃなくて、やっぱ自分のために痩せようと思って始めて、だからこうなんかこう仕事でやろうみたいな感じじゃなくて、自分のペースで自分なりにやろうかなと思って、それでジム個人的に通い始めたりとかやってて、まあ YouTube にはちょっとダイエット始めることにしましたっていう形でそっちにシフトしたんですよ。で、そういうファンの方も出会えることもできたし、一緒に頑張ってくれる子もいたりとか、すごく嬉しくて、それで最初すごいガーって頑張ってやってて、まあちょっとこう順調に波に乗り出してきた時に、ネットニュースにしていただけるようになって、すごく嬉しいんですよ。やっぱこういう売れない芸人としては、こうネットニュースにダーンって上げてもらえたりとかするのは嬉しいし、知名度が広がるし、なんかネットニュース見ましたとか、ネットニュースで知りましたっていう人も増えたから、すごく嬉しかったけど、この間私が上げたボディポジティブで、プラスサイズの人でも夏を楽しもうみたいな感じで、こう水着のね写真を載せたんだけれども、それもネットニュースにしていただいて本当に嬉しくて、でもなんか書き方はマイナス何十キロ減の持田コシヒカリウエスト疲労みたいな感じで書かれてて、そこを見せたくて出したわけじゃないし、痩せたから披露したわけじゃなくて、こういう体型でも楽しく可愛く、だから確かに106から90キロだったらマイナス16キロ減とか、かなり響き的にはすごいあると思うけど、数値じゃなくてやっぱそっちを見てほしかったし、でもやっぱそういう風にネットには出るしみたいな、違った感じで伝わってったりして、でも全てのネットニュースの冒頭にやっぱマイナス19キロ減って書かれてて、なんかそれも概要欄でスタッフの方がこうちょっと入力した数値がちょっとミスってちゃった時があって、それを拾ってくださって、マイナス19キロとかマイナス大幅約20キロ減みたいな感じですごい盛大に、もう盛大に書いてくださってたんですけど、事実とは違うし、それはこちらの責任だけど、そういう風に何でもかんでも記事の冒頭にそれをつけてもらえるようになってなんかちょっとこう徐々にこうなんか焦りというか、やばい、やんなきゃみたいな、なんかちょっとこう義務みたいに、義務、ごめんなさい、私言葉が下手くそで、喋るの苦手で、逆に芸人として終わってる、それ義務みたいになってきちゃって、でダイエット報告会やんないんですか、まだですかとか、なんか全然痩せないですねとか、やっぱこういう仕事してるし、やっぱ表に出るから、それはいろんな言葉も書いていただけるし、やっぱ頑張ってください、応援してます、一緒に頑張ってますっていう子もいてくれるし、落としてよっしゃと思った時に少し停滞期を迎えてリバウンドしちゃったりした時に、あ、リバウンドしちゃった、でもこれ言ったらなみたいな、なんかまた書かれちゃうかもだしなとか、なんかいろんなことをこう考えるようになって、それをもうみんなに正直に言えなくなってしまって、まあ、ここが良くなかったなと思う。リアルを見せるって言ったのにそこを言えなくて、どうしようって言って、なんかずっとモヤモヤしたまま、でもやらなきゃ、なんかやっぱダイエットって自分のためにやるものだから、まあ、誰かのためにやる人もいると思うんですけど、私は自分のために始めたことだったので、いつしかこうよくわからない何かのためにやり始めちゃってたっていうのがあって、なんかすごくモチベーションがやっぱそうすると上がらなくなってくるんだよね、だんだん。で、義務になると嫌だっていう気持ちがやっぱどうしても強くなって、それがまたストレスになっちゃって、やっぱダイエットってやったことある人は分かると思うんですけど、ストレスが一番良くなくて、ストレスがかかると爆食いしちゃったりとかで、私もなかなか強い人間ではないし、やっぱクズな人間だし、頭も悪いので、容量も悪いので、ストレスを抱えたことによってまたちょっと食べてしまったりとか、なんとかやろうみたいなので、ここまで来てしまっていて、それでここ最近まあ
いろいろこう仕事もありがたいことであったりとか、単独ライブも本当にありがとうございました皆さん、そうであったりとか、結構みちみちっとしている中で、なかなかこうジムパーソナルだからそんないつでも入れるわけじゃないから、空いてる時間で行こうと思ったらいけない。あーまた入んなかったな。で、ここ、いや、やっといける。午前中入れよう。入れました。すいません、ここちょっとこれなんでとか、練習ここやりましょう。あ、また行きません。ごめんなさい。っていうのめちゃくちゃ増えちゃって、ここ2ヶ月、3ヶ月。で、全然パーソナル行き、じゃあ家でやりましょうって思ったら帰ってくるの遅くなっちゃって、あ、疲れちゃったな。もうでもできないな。つってまた寝てしまったり。私の、やっぱ自分の性格をちゃんと理解してなかったのもあるんですけど。っていうので、もう全然動けなかったりして、まあ、今リバウンドしちゃって、ふと、私今何のためにダイエットしてんだろうみたいな感じにもなっちゃって、周りからは全然痩せねえなっていう声もあったりする中で、やっぱり自分が自分のためにやり始めて、自分が勝手に始めたことだし、それを何かのせいにして、誰かのせいにしてやってない状況、これはダメだなと思って、やっぱ努力っていうのは陰でやるからこそ身になるもので、表に出すことと努力って履き違えてる自分がすごく嫌になってしまったので、まあ見せることでいい方に行くかなと思ったんだけどね、最初は。でもやっぱそれが逆に自分にとっては追われて、まあってその沈む、ダウン、なんつうのこういうの、下げの方に行っちゃうのはダメだなと思いました。でも、やっぱり痩せたいっていう気持ちは変わらないし、70キロ台まで落として、顔もね、まだベスト。だけど芸人としてのこのボディのラインも持ってるっていう、そこを目指すっていう気持ちは変わらないから、なんかやらなきゃっていう認識を一旦排除して、変化でみんなに気づいてもらえるように。だから、結局変わらない限りには、数値で私が何を伝えても、みんなには伝わらないと思って、説得力もないよなって思ったので、大々的に私は何キロこうしてます、こうしてますっていうのは、まあ、時々月何本かぐらい。それが義務になったり、ストレスになったりするなら、それは違うなと思うので、どうせ痩せないんでしょうとか、痩せる気ないでしょうとか、太ってる方がいいよとか、痩せても面白くなくなるだけだよとか、ほんといろんなこと言われるけど、自分が自分でやりたいと思ったことは、ちゃんとやり通すっていうのをやんなきゃいけないと思うので、なんか本当に、泣きそう。なんか、痩せなきゃみたいな追われるのは一番良くないし、やっぱ自分のためにやるって決めたので、ダイエット一緒にやってくれてる子もいるので、今もね DM 送ってくれる子もいるんだけど、返信がなかなかできないんだけど、そういう子はそういう子でインスタライブなのか、その YouTube ライブなのか、一緒にたまーにやることによってちょっと情報共有したり頑張ろうと思えたりするのにシフトしようと思いました。何の報告やねんって皆さん思うと思います。勝手にやれって話だし、何勝手に泣いてんだって感じだし、まあ単独も終わって落ち着いたので、ちょっと5月はしっかりパーソナル通ってまた取り戻そうかなと思ってますので、テレビで見た私がとか、何かに載ってた私がとか、 YouTube 更新してる私が徐々にこうなんか削れていくのか、ちっちゃくなっていくのかっていう姿をこう見ていただきながら、自分のペースで自分のためにダイエットをやろうと思います。ぜひね、コンビチャンネルの登録もよろしくお願いします。そして、まあ、改めて言いますけど、単独ライブも見に来てくれた方、ありがとうございました。配信もまだまだアーカイブチケットございますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。ということで、ゴールデンウィークなのかな、今。ゴールデンウィークですね、多分アップされてるのは。なので皆さん、体に気をつけてゴールデンウィーク楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またね。